それではここで5年前の3月11日に発生した東日本大震災では多くの犠牲者の中に大きな被害を受けチャニーズ大会をはじめとし世界中の皆様より多大なるご支援とともにたくさんの励まし勇気をいただき一歩一歩復興への道を歩んできました。そして本日改めまして多大なるご支援に対して一般社団法人日本野球機構会長日本プロ野球チームの野球組織コミッション熊崎勝彦よりご挨拶させていただきます。熊崎コミッショナーよろしくお願いします。本日このナゴヤドームに多くの皆様ご来場いただきまして誠にありがとうございます。Thank you very much. Please remain standing.
Ladies and gentlemen, please rise and direct your attention to the scoreboard for the national anthem. 続きまして、国歌演奏を行います。引き続き、ご起立、ご脱帽の上、バックスクリーンにお向きください。First, the national anthem of Chinese Taipei. まずは、Chinese Taipei です。続きまして、日本です。